こずりました。笑顔の合わせてありがとうございます。ベテラン貯金さん、こんにちは、こんばんは。3500、昨日ちょっと待って、昨日かな、昨日配信した時も5、6人、7人ぐらい増えたので、今日の目標はフォロワーさん3530人です。多分ね、今3520人ぐらい、21とかな気がするので、今日の目標はフォロワーさん3530人です。今見てくださってる方でフォローしてなかった、外しちゃったよという方がね、ポチって押してくださったらすぐに一瞬でいく数字なので、ぜひお願いします。こんばんは。花江ポーズ、笑顔なのせいてありがとうございます。そう、あとさ、ゲームにコルドラーズに昨日全くログインできなくて申し訳ないなと思って、今日さっきログインしようとしたら、なんかゲームのデータがダウンロードしないとなんとかなんとかでって出てきて、かなり時間がかかるダウンロードだったので、ごめんなさい。今日も日付が変わってダウンロードが終わってたらログインするんですけど、ごめんなさい、全然できてなくて。そう、でもそう、継続するかどうか悩んでますっていうのを話してて、でもやっぱり方向性としてはまだ確定はしてないけど、なんだろう、皆さんの息抜きの場所ぐらいの感覚で緩く続けていく可能性が高いかなと思っていて、悩んだところとしては、なんだっけ、あれ、なんか待って、出てこなくなっちゃった言葉が。ちょっと待ってね。ちょっと待ってちょっと待ってよ。あれ、なんかチャットになんか書いた、あー、なんだっけ、全然言葉が出てこない全然言葉が出てこないなんだっけな、なんだっけ、ちょっと待って、なんだっけ、ちょっと待って、言葉が出てこなくなっちゃった、忘れちゃった、なんだっけ、忘れちゃった、あららららららら、ら、そう、そうです、そうです、そう、なんか他の活動を優先するべきなのではないかみたいな、その他の活動にもっと集中した方がいいんじゃないかっていう思いと、もう一つは、今もね、見ててゲームきっかけでチャットを撮ってくださった方とか、なんかもっと気になってくださった方、そもそも NGT を知らなかったけどグループをまず知ってくださった方で、ショールームに帰ってきてくださってる方とか、いろいろいらっしゃって、そういう方との交流の場が一つ減ってしまうのは、ちょっと悲しいなっていう思いもあり、でもこれまでのペースで続けるっていうのは難しいかな。でも中途半端だと引き止めちゃう。やった方がいいのかな、やんない方がいいのかなみたいな、皆さんも分かんなくなっちゃうし、移籍されたい方も移籍していいのかなとかいろいろ思われちゃうからね、すごい悩んだんですよ、とっても。でもそう、そんなことよりも今日はシングルのお話をしたいな。でもそう、ごめんなさい、私がね、買い物
して帰ってきたせいで本当に今日も帰ってきたのがすっごく遅くて、本当にもう数十分前なんですよ。ごめんなさい、時間がない。こんばんは。花しか愛せない。本当ですか？本当に？そう、そういえばね、あの3期生 X も久しぶりにポストしたかもかもかも。ちょっと待って、ちょっと待って、ポストちょっと待って、わかんないしたかな。インスタはそう、毎日更新してます。 X もポストしたかもしれないですあやうや、されてなかったら明日の朝かな。そう、今回はあのまず表題曲のタイトルは一瞬の花火で、先行配信が今日の21時からスタートしてて、私はカップリングの涙が枯れるまでそばにいる。すいません、あの私がですね、メールとチャットの文言、あの文章でちょっと間違えていてしまったかもしれないんですけど、涙が枯れるまでそばにいるが正しいです。すいません、あのチャットに使った写真が、画像が間違っていたのと、私が書いた文章も涙枯れるまでって書いてしまったかもしれなくて、あの涙が枯れるまでそばにいるが正しいです。そうで、とっても素敵な楽曲で、結構切ないですけど、なんかこれまで参加させていただいた楽曲はキスをちょうだいとあの別、あの際は別にの2曲なんですけど、この2曲とはかなり系統の違った楽曲になっているので、楽しみにしていた、していただけたら嬉しいです。そうですね、54分だ、あらららら。たくさんコメントもギフトもありがとうございます。読み切れなくてごめんなさい。お、3520人、あ、ぜひフォローを待ってます。ここら辺のねハートをポチって押してフォローしてくださったらとても嬉しいです。でもそう、あのレコーディングの時になんかこれまでよりも声を出せたような気がするなと思っていた、思っているので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。高い音も全部地声で出せたと思っています。私的には、わかんない、個人的な意見、あのでもそう、なんか私の声がちょっとなんか特徴的な子の声をしているので、地声で出してるつもりでもなんかパッと見外から聞くと、え、それって裏声じゃないのって思われるかも。でも自分的には地声で全部出せたかなと思ってます。そう、なんか私の声がすごいなんか変わってるからみんなからも地声と裏声の境が分からないフォローしてくださったらとっても嬉しいです。毎日可愛くてありがとう。嬉しい。あの今日の特別配信も見つけてくださったかな。あのコメントとかはしてないんですけれども、見つけてくださってたら嬉しいです。カエリさんロマンやってる。そうなんですね。
推し編じゃなくて推し虫ならいいので、ん？あ、私のファンの皆さんは結構キョロ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 リンジャの皆さんが多いですけど、そうですね、私だけ、私が一番が一番とっても嬉しいです。でももちろん何番目で応援してくださるだけでとっても嬉しいので、他の方を応援してくださる方がちょっと私も気になったよっていう方も、私のことも気になってくださったらそれもとても嬉しいし、何を推してる人にだよでも嬉しいです。本当に、うん、ポストされてる、ありがとうございます。ぜひぜひいいねとかコメントとか拡散もお願いします。コンタクトはですね、今ねめっちゃ乾いてて、待って、めっちゃ変な顔しちゃった気がする。なんか結構枯れてて、配信終わったらすぐ撮ろう、いやもう撮ってもいい、別にもう外出ないから。撮れた、あ、でも待って、コメントが全然見えない、普通に透明のコンタクトなんですけど、あ、待って、58分だって、ダメだ、コメントが見れない、片目だけにしておこう、やばい、全然コメント見えない全然コメント見えない、全然コメント見えない、やばい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 、なんか私もともとはなんかどんな音でも裏声で出しちゃう癖みたいなのが一番最初あって、なんかそう、それを逆に地声で全部出すよう利用になったらいいなってこう思って、なんか最初の方低い音でも全部裏声で出す、なんか変な声の使い方をしちゃってたんですよ。よし、やばい、59分、1、一緒のアベライミュージック再生キャンペーン聞いてね、さん、ケンジさん、ありがとうございます。2位ロングさん、3位ファントムさん、5位サンソンさん、4位シメジジさん、6位ウルグスさん、7位量産型パンダのテイホさん、8位ワンワンさん、ごめんなさいコメント言うてみきれなくて、9位星の子とお会いさん、10位トミヤスさん、11位オノピーさん、12位オニポテさん、13位 FTO さん、ありがとうございます。すいません、ちょっと全然読み切れなくて、やばい、目バシバシバキバキバシバシまた配信します、ぜひフォローしてくださったらとってもとっても嬉しいです。フォローを待ってますよ、ありがとうございました。